お前を見張るつもりはない。脱走を防ぐのも簡単なことだ。私は殺意に敏感でな。半径1キロメートル以内の殺気を感知し対応できる。知らない。ここに来たということは彼もダークウェブの殺し屋だろう。私を殺したい者は山ほどいる。いちいち覚えていられない。ここまで来たのはさすがに初めてだ。お前を連れてきたからバレたのかもしれない。あの日は随分と暴れたからな。ここはもう安全ではない。私が留守の間は気をつけておとなしくしていろ。今はここしかないが、新しいのを探すのは難しくない。要は金さえ払えばいいんだ。ダークウェブにそういう商売を生業とする奴がいる。居場所がバレたらあいつに代わりを用意してもらう。たった数日で場所を変えることもある。ここは長い方だ。もう半年も住んでいるからな。そろそろ場所を変えないときついか。お前が怖いと思うならいくつか大仕事を引き受けよう。そうすれば今すぐ帰られる。わかった。今までと同じだ。ここにいればいい。そうだ。他に質問は？私も腹が減った。お前は料理ができるか？小豆汁、温かい小豆汁がいい。では頼む。別にどんな依頼だろうが引き受けて稼ぐだけだ。それにお前がどんな行動を取ろうと大して脅威にならない。
何をする気だ。いい。寝る気はない。こうやって少し休めばいい。勘違いしたようだ。すまない。おう、そうだな。かすり傷だ。心配ない。忘れたよ。別にいつものことだ。一眠りすれば治るよ。おやすみ。いるが、そいつはまだシンジケートにいる。暴動の後には会ったことがないし、簡単に見つけられそうもない。それに早く戻らないと、お前を一人にするのが不安だ。お前が死んでしまうのが怖いんだ。いいんだ。寝ると時々いい夢が見られる。いい夢の中で死ぬならそれもそれでいい。少なくとも一人だった子はそうだった。明日の朝7時、または夜に何かあったら絶対に起こしてくれ。Thank you.
ダークウェブの規則では3週間以内に連絡がなかった依頼は自動的にキャンセルになり、私はお前を自由に処置できるようになる。好きにしていい。行きたいところがあれば行けばいい。やりたいことがあればやればいい。依頼が終わればお前の自由を奪う理由はない。元の暮らしに戻るだけだ。それに小豆汁を作るよりもっと大切なことがあるだろう。ミノス危機管理局の局長、小豆汁の味はしっかりと覚えておこう。何が？私に拉致された日々がか。私の母は女だ。何が言いたい？私はダークウェブの殺し屋だ。依頼はまだ終わっていない。その時はその時だ。そうなった時考えておくよ。